新キャラスチェックやっていきましょう。はい、トマイス、こんばんは。本日はウーゴ来てますので、こちら見ていきましょう。技属性の OMF 限定の選手になってますね。ライジング3所属になってます。メイン技ストレートショットの S485 威力、サブ技ショートラリー1-2の S415 威力、ウーゴステップの S425 威力、スラッグパスの A がついてます。まあ、なのでパス技とかタックルパスカットに関しては移植していく必要があるという感じになっております。特技は必殺技強化の A、 全ての必殺技威力がプラス 18% という感じですね。チムスキ超団結技海外 &5 人以上の 25% ということで、まあ、これによってですね、技クラブと合わせて75とかが組めちゃう方が結構出てきてるかなと思われます。絆見ていきましょう。技属性の海外選手が2人以上いると全員のパラメータプラス 5%、 マッチアップ勝利ボーナス、マッチアップで勝利すると全パラ 10% 最大1回まで、スタミナ消費量減少マイナス 20%、 全力ゲージアップ、マッチアップで勝利すると全力ゲージプラス 10%、 そして封印無効化という感じですね。まあ、封印無効化ついてるので、まあ、技そこまで多いキャラじゃないですから、この辺はありがたいかなと思われます。4突で見ていきましょう。フォメ効果オフェンス 10%、 チムスキ69、バフ45で見ていきます。スタミナ1299、まあ、非常にステータス高いですよ。ブロック以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。まず何も乗らない場合、ドリブルが 46,900、 シュートが 48,500、 パスが 45,000、 タックル 44,800、 パスカット 45,700 と。でこちらにマッチアップ勝利乗ってくると、ドリブルが5万ですね、シュートが51,000で、パスが48,000という感じです。マッチアップ勝利に関しては守備にね、反映されないですから、技威力、一緒に掛け合わせて見ていきましょう。必殺威力 18% アップがあるので、まあ、これによって非常にブーストされております。まず何も乗らない場合、ドリブル、そもそも 235,000 という数字がいつでも出るということで、まあ、これ結構強いですね。シュートに関しても 277,000 がデフォルト値となってます。パスが240,000なので、まあ、読み勝てば抜けるような数字が出てますね。でさらにタックルパスカットにおいても22万ということなんで、こちらも読み勝ったら取るといったような数字になっております。まあ、一応読み勝ちありの補正入れた形で見ていくと、ドリブルが280,000ですね。でパスも280,000、タックルが269,000、パスカット269,000ということで、十分ですね。そしてマッチアップ勝利 10% 乗った場合、ドリブルが25万、シュートは296,000と、これ非常に高いですね。技属性なので若林とかにはちょっと相性悪いんですけども、ヒューガ君とかと同じぐらいの数字が出てますね。ナトゥレーザーとかとも同じぐらいの数字になってます。なのでマッチアップ勝利乗っけてシュートを打つと技属性版のナトゥみたいな感じで打てちゃうのかなというところですね。パス値に関しても259,000ということで、十分読み勝ったら抜くし、まあ、パス側とかに関してはしっかりスラッグパス移植してあげればですね、まあ、属性有利込みとかでご利用したりとかっていうのもワンチャンできそうな数字のところまでは来てますね。はい、というところで、まあ、今回のウーゴ非常に強い可能性が、まあ、強いというか順々に上がってきてるなというような印象ですね。まあ、その辺がちょっと分かるように今回比較作ってきました。まずはウーゴの歴代ウーゴと比較してみましょう。ドリブル見ていきます。ドリブル値マッチアップ勝利まで含めると一番強いですね。25万で、マッチアップ勝利なしの状態でも一番強いという感じですね。直近来た渾身プラス読み勝ちのウーゴが235,000という数字です。まあ、ただ渾身で削られていくということを考えると、いつでも235,000が出てしまう今回のウーゴに関しては、歴代ウーゴの中で一番強いのかなという感じですね。シュート見ていきましょう。シュート値に関しては読み勝ちはね、実質キーパーに届く数字じゃないので、まあ、それを考えるとマッチアップ勝利込みの、まあ、今回のウーゴっていうのが296,000でやはり一番高いという感じになってます。渾身初段の即のウーゴですね、277,000出るんですけども、それとほぼ同じような数字がいつでも出せてしまうのが今回のウーゴという感じですね。なのでシュート値に関しても歴代の中で一番高そうだなと思います。そしてパス値、マッチアップ勝利まで含めて259,000、まあ、非常に高いですね。渾身初段読み勝ちを含めたウーゴが次で24万、それとほぼ同じぐらいの数値設計で今回のウーゴがいつでもその数字が出るという感じですね。タックルパスカット見ていきましょう。
まあ、実質、マッチアップ勝利渋谷には乗らないですので、まあ、そこを省いて見ていくと、いつでも22万のタックル値、まあ、これはもう歴代ウゴの中でだいぶ、上位に来てますね。このままパスカットも見ていきますけれども、パスカットに関しても同様ですね、22万という数字がいつでも出る、その下には渾身プラス読み勝ちというところで20万ぐらいの数字になってます。はい、まあ、歴代ウゴの中でちょっと、まあ、頭一つ抜けて強いかなという感じです。続いてですね、美咲くんと比較してみたいなと思います。まあ、同じマッチアップ勝利の美咲くんっていうところなんですけども、ちょっと見ていきたいなと思います。マッチアップ勝利乗った同士で比べていくとウーゴの方が若干上という感じですね。なので、まあ、属性相性とかももちろんあると思うんですけど、美咲くんでゴリ押しが効くようなあのタックルの相手に関してはもうウーゴでもあのゴリっていけるという感じになるかなと思います。そしてコンビネーションだけの美咲くんとあの普段のウーゴですね、こちらがほぼ同じ数字で、まあ、若干ウーゴの方が高いというような結果です。パスに関してはウーゴの方がさらに高くてですね、あのマッチアップ勝利まで含めると25万9000で、美咲くんのマッチアップ勝利込みを大きく超えているという感じになります。そして全ての必殺技力 18% 普段のウーゴですね、24万、コンビネーションだけの美咲くんが22万ということで、こちら結構差がついてるなと。でさらにタックルパスカットっていうところなんですけども、マッチアップ勝利は実質乗らないので、まあ、それ省いて見ていくと普段の数値ってここなんですよね。で美咲くんってタックルはやっぱり弱くて18万9000、まあ結構、まあたけしとかもそうなんですけどゴリられちゃう、場面多いかなと思うんですけど、ウーゴに関しては、まあ、そこをしっかり、タックル強くしましたという感じになってます。パスカットに関してはほぼ同数値ですね。技威力差結構あるんですけど、まあ、やはり特技込みで、ウーゴと美咲くんほぼ同じような数字になってますというところですね。ドリコレの美咲と比べて数値はウーゴの方が上回っているというような感じの印象かなと思います。そしてほんとついこの間出たシェスターですね、こちらと比較してみたいと思うんですけれども、まずドリブルで並び替えていきますが、マッチアップ勝利乗るとウーゴが強くて、海外キラー乗った状態っていうのと普段のウーゴっていうのが、まあ、ほぼほぼ同じ数字ですね。なのでこれは強いなという感じです。なんで、まあ、特技とか、まあ、あのシェスターの場合さらにこの下があるので海外キラーじゃなかった場合に少し下がるんですけども、ウーゴはもう初期値が海外キラー乗った時のシェスターという感じになってます。パス値に関してはウーゴがちょっと一つ抜けてて、海外キラー乗った時と普段のウーゴっていうのがほぼ同じ数字という感じですね。で守備に関してはウーゴの方が若干高いという感じになってます。海外キラー込みで21万のタックルなんですけども、シェスターはそんぐらいの数字しかいかないんですけど、ウーゴに関しては普段から22万という感じです。でパスカットはほぼ同じというところですね。シェスター日本人相手だと、ガクッと下がるのに対して、シェスターの海外キラー乗った時の数字っていうのが、まあ、普段のウーゴの数字で、ウーゴに関してはさらにそこにマッチアップ勝利がオフェンス面で乗る可能性があるといったような感じの設計になってますね。まあ、こう考えると、まあ、ほんとちょっと前に出たキャラクターを少しずつ、超えるような形で、強いキャラが出てきているなという感じがしますね。最後ですけども、シュート、シューターキーパーのランキングで見ていきたいなと思います。今回のウーゴ296,000、まあ、これ非常に高いです。ちょっと下にフェスのナトゥレーザーがいますね。まあ、ナトゥレーザーに関しては即属性ということで、あの相手が若林とか力属性だった場合にあの 60% 出せるというキャラクターなんですけど、まあ、これと同じような感じでですね、即属性の若林ぐらいのキャラクターっていうのが出た場合にウーゴで打てばナトゥレーザーと同じような感じで決めていくことができるんじゃないかなというふうに思います。ヒューガくん、同じ技属性のヒューガくんとかで言うと29万8000なので、まあ、ほぼ変わらないですね。でウーゴに関してはマッチアップ勝利1回だけでも乗っければいいので、まあ、そういう意味で、まあ、時間に縛られないという意味ではあの使いやすさ、まあ、少しあるかなと思います。まあ、ただ OMF 限定なのでシュートまで運ぶのがねちょっと大変かなというところですかね。山田くんの渾身初段とか、この辺もしっかりウーゴは抜けてくるような数字になっております。まあ、これは属性より込みでというところですね。まあ、ただ今回ライサンの選手ということで、まあ、実はミューラーとか、まあ、この辺も抜きづらいですね。ミューラーと若林っていうところは属性不利も相まってちょっと抜きづらいかなというような印象になります。まあでもだいぶ常設のキャラだと思うんですけど、あのシュート的にもかなりブーストされてるなというような印象です。はい、というところで、まあ、今回ウーゴ見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあこういう感じの、インフレの仕方というかっていうのが少しずつ、まあ、今後続いてくるのかなというところと、
まあ、チーム付きに関してはもう確実に25っていうのを入れてきているので、まあ、今後、まあ、早い段階で揃うんじゃないかなというような感じですかね。まあ、下手に24とかに多分してこないと思いますので、あのガチャで出るキャラに関してはしっかり25っていうことで、まあ、取っていればそのうち集まるという感じになるのかなと思われます。まあ、ちなみに、まあ、今後数値チェック、まあ、75% にどこかしらでなるタイミングが来るとは思うんですが、69と75でどのぐらい差があるのかというところを最後見ておくと、69だった場合に例えばウーゴだと最大値が29万6千というところに対して 75% にすると30万6千なので1万近く上昇していることになるんですよね。なので、まあ、ちょっと届かなかったとか、まあ、そういうちょっとキーパーの 60% 出せなかったなっていうキャラクターに関してはチム付きの差が69と75っていう差がつけばその辺は超えてくることになるかなと思われます。まあ、例えばブライアンとかのチム付き75と若林の69とかだとブライアンが抜けちゃうのかなという感じになってくると。はい、いつもご視聴ありがとうございます。少しでも役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いします。それではまた。